どうも、プテラタカハシです。一週間お疲れ様でした。今日は2019年の12月13日の金曜日、13日の金曜日の1時5分です。13時5分ね。はい、お疲れ様動画撮っていきたいと思います。今日はね、ちょっと結構しっかり飯です。セブンイレブンの、なんかね、以前、なんだっけな、富田の豚ラーメンだったかなを食べた時に、これも美味しいですよっておすすめされたのが、このすみれ味噌ラーメンだっけなというのと、おー、うまそう。そして、僕の大好きな野菜スティック。そして、梅おにぎり。これはね、まあ、梅おにぎりは最強に美味しいんだけど、まあ、で、要は、ラーメンプラス、まあ、半ライスみたいなね。まあ、そういう位置づけです。で、まあ、野菜スティックは、まあ、野菜部分です。はい。というわけで今日はお茶です。今日はちょっといろいろやることがあるのでお茶を飲んでいきます。皆さん、一週間お疲れ様でした。乾杯。いやー、うまいね。ちょ、補充しよう。よし、じゃあ早速食べていきたいと思います。いや、お腹すいたわ。これはなんだ、どういう感じなんだこれ。なんか、あー、そういう感じね。あー、そういう感じか。よっ、よし。なんか最近ここセパレート化してるの多いよね。で、ちょっとつけて、ちょ、固まっちゃってるからほぐして、よし、じゃあいただきまーす。美味しそう。うん、うまい。うん、てか普通にもうお店で食べる味噌ラーメンだよな、これ。おいくらだっけな ?400 円ぐらいだった。450円ぐらいか ?500 円ぐらいだっけ、わかんないけど。普通にお店で食べる味噌ラーメンだよ。結構ね、味はね、濃いめね。ラーメン屋行って、濃いめでって言うと、うわぁ跳ねた。濃いめでって言ったら出てくるくらいの濃いめ。うん。うまっ。野菜スティックも食べようかな。よし。野菜スティックはね、人参がね、どうしてもちょっといらないかなっていう感じするんだよね。きゅうりはめっちゃ美味しいんだよね。きゅうりと、まあ、大根、キャベツはね、すごい美味しいんだけどね。人参はちょっと違うよな。硬い。うん。うまいな。うん、まあ、今日は何を話していこうかなというと、人狼殺終了のお知らせについて話そうかなと思います。というのは、なんか最近人狼殺のアカウントがなんか古い順から削除されてるらしいんですよ。で、僕のアカウントもそれの対象になっちゃって、
あれ何千ぐらいだったんだろうな。700千ぐらいかな。多分、そんぐらいかな。うん。ちょっとわかんないけど、まず、まあ僕ね、あれ、その、前まで使ってた、なんだっけ、あれ名前なんでしたんだっけ。カレー仙人じゃなくて、なんだっけ、人狼札2推奨ジジイみたいな名前でやってたんだけど、そのアカウントも2個目だったんだよね。本当はその前にもう1個あったんだけど、なんかで乗っ取られて消えちゃったんだよね。消しちゃった。で、新しいアカウントにしたけども、まあそれもね、アカウント削除ということで消えました。まあなんで、で、結局新しいアカウントは、その、ノックス案件で1回取ったから、まあ、できなくはないんだけど、実力値制限とかを設けられなくなっちゃったから、もう嵐がね、蔓延してて、もう突然じゃないけど遊べないんだよね。だから、人狼札はもう終わりかなと。残念ながら。うん。いや、取りたかったけども。そもそも人狼札のアプリ自体が、人口がいない割には需要が高かったじゃん。まあ、僕の動画でも、生放送でも、まあ、生放送やったらまあ1000人以上はまあ来てくれる感じで、まあ、動画でもぼちぼち見られてたと。ね。でも、あのゲームのプレイヤー人口が圧倒的にいなかった。本当に。まあ、今までなら冗談でまあ20人ぐらいしかやってないだろうとか言ってたけど、まあ、ガチで、総人口100人ぐらいだったんじゃないかなっていうぐらい。うん。っていうぐらい少ないゲームなんですよ。うん。で、その中でまあ課金してる人なんてもうわずかよ。多分50人ぐらい。ね。なんで、もう全然、多分、売り上げとしてね、機能しなかったと思う。だから、ジロンサスの1がサービス終了しますよって言った時は、運営会社が変わるとともに、なんか売り上げが全然伸びなくて、もう存続が辛いですみたいなね、文章だったから、まあそうだろうなと。本当に人狼ゲームって圧倒的に見る人とプレイヤーの人数に差があるからね。なんか他のさ、まあ、人狼ジャッジメントは割とプレイヤーも多かったかな。まあ結構敷居が低いし、チャットだから。うん。でもああいうリアルタイムでこう声で発して考察するみたいなゲームは、大変でしたね。というわけでね。まあ、最近僕人狼狂いあげてるんだけど、まあ、人狼狂いはちょっと見づらいっていうことであんまりね、見てもらえないんだけど、なんだっけ、運営に携わってるから人狼狂いあげなきゃいけないんですかみたいな。大変ですねみたいな感じでコメントとかたまにもらうんだけど、そんなことないですよ。そんなことないです。全く、これあげてくださいと言われたことないんで、それは違うんだけど、まあ、単純に、人狼札2はちょっと違うかなと。まあ、それも嵐が、まあ、嵐と、何もわからないという、その、なんだろう、お子様たちが、はびこってて、まあ、なかなかプレイしづらいなという、のと、で、人狼ジャッジメントは生配信でできなくなっちゃったんだよね。それはなんでかっていうと、スナイプがちょっと結構きつくて、同じ人にずっと付きまとわれちゃってて、まあ、生放送ではあまりできないんだよね。この間久しぶりにやったけど、本当に2ヶ月ぶりにやったんだけど、1戦目、2戦目はまあ普通にできたんだけど、3戦目でそのスナイプの人が現れちゃって、ね、ちょっと、しんどかったんで、まあ生放送でやっぱジャッジメントはきついなって感じで。で、まあ消去法的に、人狼狂い。人狼狂いは、プレイしてる側はめっちゃ面白いんだけど、見えづらいっていうのはやっぱ、残念だよね。で、最近これなんでかわかんないけど、ありがたいんだか、ありがたくないんだか、まあありがたいけど、わかんないけど、何やっても同じぐらいの人数の生放送来るんですよね。例えば人狼狂いやったら、まあ大体800人、700、800人から1200人ぐらい来るんですよ。うん。マインクラフトやっても、まあ800人、900人、最近来るようになって、これはニオーっていう新しいなんか死にゲーみたいなのを始めたんだけど、それやっても、まあ、900人、1000人ぐらい来るんですよね。本当にありがとうございます。嬉しいけど、これ何なんだろうな。これなんでだ。うん。何で来てもらえるようになったのかわからんが。うん、まあ、完全に死ななくてよかったなと。まあ、ぼちぼちやっていこうかなと思います。これからもね。はい。
というわけでね、ちょっとご飯食べ終わってからの話であれなんですけれども、ちょっと我々にはね、触れなければならない話題がありますね。うん。人狼ジャッジメントの、書類送検の件ですよね。はい。まあ、ちょっと何を言ってるかわからない人に詳しく言うと、あるね、ライブドアニュースだったかなの、ツイッターで回ってきたんだけど、読み上げると、オンラインゲームで意味不明の長文などを数万回投稿、高校生を送検っていうね、そういうタイトルでした。何か、なんだこれはと。まあ、見てみると、スマートフォンのオンラインゲーム上で迷惑行為を数万回にわたって繰り返したなどして、宮城県警仙台北署は、11日に、なんだっけ、偽計業務妨害、などの疑いで、千葉県内の高校に通う男子生徒を書類送検した。調べに対し容疑を認め、ゲームで勝てなかったので腹いせでやったと供述していると書いてあるんですけども、このゲームがね、まあ、何を隠そう、おなじみ人狼ジャッジメントなんですよ。書類送検容疑は今年4月、ソライロ株式会社が運営するオンラインゲーム、人狼ジャッジメント上で意味不明の長文や絵文字などを数万回にわたって投稿、また同社のにゲーム上の登録を削除された後の7月から9月までの間、不正な方法でゲームに再登録し、同様の迷惑行為を行ったとしている。同署によると、県警がサイバーパトロールをしたところ、男子生徒の投稿を発見し、同社に確認、同社からの依頼を受け、捜査していた。と書いてあります。いや、すごいね。数万回の嵐。やばいよね。すごい。うん、もう褒めるよ。ここまで来ると。おめでとうございます。うん。というわけで、まあ、数万回嵐すと、まあ、こうなっちゃうんですよね。さすがにちょっともう黙ってられないと。まあ、ソライロさん的にも、こんな荒らされたらこのゲーム盛り上がらないからということで、まあ依頼したっていう感じだと思うんだけど、やめましょうね、荒らしは。うん。よくない。ここまでの熱意、18歳でしょ?これから受験かもしれないんだから。ここまでの熱意をね、ちょっと受験勉強に当てられたらきっと今頃君は東大の門の前に立っている。ね。というわけで、まあそういうのが出てきちゃったと、ついにね。それが結構話題だったんだよね。もう2万リツイート。ね。2万リツイートです。で、これ、まあ、人狼って本当に、もう荒らされたらおしまいなんですよ。みんなが、勝利を目標として、各陣営ね、まあ、狼やら、村人陣営やらが、勝利を目指して頑張るゲームなんだよね。だから、ね、それこそ狂人がさ、もういいやっつって、自分狂人です。あの人信用ないしだから、あの人ずっと守っとけば勝てますよ、みたいなこと言ったら、もうそれはもう成り立ってないんだよね、ゲームがね。そんな中で、その一人の人が、もう、場をね、話し合いの場を乱すような、数万回にわたる嵐。これはね、本当にね、多分ね、会社的にも迷惑だったと思う。うん。僕もね、もう例えばゴースティングなんてされたら、結局は、実力ゲーム、例えば、Apex みたいにさ、ゴースティングどんと来いよと。全員打ち倒してるっていう、その、上手いプレイヤーが、まあ、上から一方的にこう、一人ずつ来るぐらいだったらさ、まあ、ねじ捨てられることはあるじゃん。人狼って違くて、結局誰か一人が同じように投票権を一つ持っていて、で、まあ、適当に理由をつけて釣るっていう。そういうゲームだから、もうゴースティング行ったら勝てないんだよね。特に、まあ自分が人狼の時とかに、まあ進行がもう僕の配役を知ってたら、もうそれはもう絶対勝てないじゃん。進行に従ってくれって言えば、もうそれで進むから。まあそういうのと同じで、まあそれはゴースティングに限らず、まあ、嵐とかもそうね。もう嵐倒したら、それで終わりなんだよ。うん。ゲームが終わっちゃうの。だから、まあ人狼とかはこういう風な事件がまあ、怒って、その書類送検って逮捕じゃないんですよね。その書類、刑事の人たちが、こういろいろやってたのが、その、権限が検察に移る。そう、送る検察って感じで送検でしょ?で、別にそっから、まあ、いろいろその検察側がいろいろなんか調べて、ちょっとこれは重い罪だって判断したら、まあ、逮捕される、なんか罰をね、受けることもあるみたいだけど、まあ、基本的にはまあ、軽い。その、逮捕までには至らないが、目をつけられる的なね。
まあ、イエローカードみたいな感じの扱いだと思います。ね。だからきっとこの人今頃反省してもやめてるでしょ、さすがにね。ビビったと思うよ。自分の学校に連絡されて、ね、警察が来て、検察まで来て、ビビったと思います。というわけで、なんか少しでもね、平和になってくれればいいかなと思います。もしかしたらなんかこれをきっかけに、荒らした人に、おい、こいつ逮捕しようぜ、みたいなのがちょっとなんかネタで、人狼ジャッジメント欄に出てるかもしれないよね。最近ちょっとやったけど、まあ、普通に楽しかった、人狼ジャッジメントもね。はい。というわけで、まあ、そういう事件もありましたね、と。やめましょう、という話です。ね。はい。というわけで、まあ、人狼殺が完全に終了してしまったんで、まあ僕の中で終了してしまったので、まあちょっと、人狼殺は、まあワードウルフとかはね、あれでまたやっていこうかなと思いますが、まあちょっと、日の目を見ることは今後ないかもなーと思ってます。はい。というわけで、じゃあ今日はね、これで終わりたいと思います。皆さん、一週間、お疲れ様でした。ね。来年もまた、来年じゃねえ。来週もまた、頑張ろうぜ。はい。お疲れ様でした。バイバーイ。